大宮通りは、奈良県奈良市にある街路。奈良市の東西のメインストリートであり、奈良市、宝来町から近鉄奈良駅前まで至る。なお、宝来町より、西は、半ン道路、近鉄奈良駅伊東は、東王子と名を変える。本校では、上る王子についても記す。大宮通りの夜景大阪と奈良を結ぶ幹線である、半ン道路は、 1958年12月25日に、開通した当初は三条通りと接続していた。しかし、半那道路の規模に対して、三条通りはあまりに狭く、渋滞は不可避であった。また、同時に、大阪万国博覧会開催に向けて、近鉄奈良線の地下化が進められていた。近鉄奈良線地下化事業とリンクして、上る王子の拡張及び、 大宮道路建設が計画され、1969年に開通した。また、同時期に国道24号奈良バイパスが開通し、奈良市の交通事情は一変することになる。開通当初は、国鉄関西本線伊西の大宮通り沿いは、田畑が広がる、田園地帯であったが、近鉄奈良線に新大宮駅が開業すると、付近は新都心として発展し、 市役所が旧市街より移転するとその傾向に拍車がかかり、オフィスや商業施設、百貨店などが林立することとなった。特に金融機関の集積が目立つ。また、二条王子南一丁目交差点異性も、ロードサイドショップ等で賑わっている。もともと渋滞緩和のために建設された大宮通りで、あったが、急速なモータリゼーションには対応しきれず、最近では、 慢性的に、蓬来町から二条王子南一丁目交差点までが渋滞していた。このため、新たに蓬来町から三条王子にかけての区間を、片側二車線の高架道路を含む片側四車線の道路に拡幅し、さらに片側二車線に拡幅した三条通りに接続する道路も建設された。これにより、半蛇道路で奈良市内に向かう車両は、 大宮通りと三条通りの両方からアクセスできるようになった。須久門東王寺は奈良県奈良市にある街路。近鉄奈良駅より奈良公園を東西に横断して、春日大社に至る。奈良県庁、ありがとうございます。